ウェザビーマーク V460 ウェザビーマグナムは、米国、ウェザビー社が開発、販売しているライフル弾。1958年に、ロイ・ウェザビーによって開発された。市販品では、ホーランドホーランド社の特注品を除けば、店頭で一般販売されている、狩猟用弾薬としては、世界最強の威力を誇る。ウェザビーは、一般に使用されているライフル弾をもとに、 マグナム化することを得意としており、様々な光景の実報を販売している。手法としては、薬莢の方を怒らせて、創薬量を上げるというものであり、同じ光景でも通常の銃では使用できなくなる。そのためオリジナルの銃を合わせて商品化しているが、460は500グレーンという同光景では他に、例のない最大級の弾頭重量を誇る。重量が4 7ラムもある。 ウェザビー、B、マーク V ライフルでの反動は100フットポンドにもなる M1 ガーランドで30から06スプリングフィールド弾を撃った時の反動が20フィート LBF であることを考えると極めて強いそのため火薬量を115グレーンに減らして弾丸威力を7500フットポンドにまで落とした実報がメーカーから販売されているアフリカゾや野菜を一撃で倒せるほどの破壊力を持つ またその驚異的な貫通力から近年はクジラの密漁にも使用され話題となった射撃時の反動は先日の通り力に比例して極めて大きいためこの銃を撃った日本人レポーターが反動によって肩を脱臼し尻餅をついて尾底骨骨折してしまうといった記録により一時期の44マグナムと同じく常識外れの反動という印象が定着したこともあった しかし実際にはネット上に配信されている射撃動画を見てもわかるように、マズルブレーキなしで撃ってもそこまで大げさな反動はなく、実用範囲内である。現在、合計416以上のマーク V ライフルには反動を50%近く軽減するウェザビー社オリジナルのマズルブレーキが標準装備されており、反動自体は大した問題ではなくなったが、 前日の日本人レポーターの実験によると、大人一人を乗せた箱車にこの実砲を装填した銃を当てて発砲すると、箱車は 1145mm 以上も後方に押し出された。ちなみに、同条件で発砲された22、後継ロングライフル弾の交代量はわずか 1mm。軍用の競争弾として知られる 7.92X57mm モーゼル弾でも、 抗体量は 55mm に過ぎなかった。460データアットウェザビー、700ニトロエクスプレス、受注生産のみ、AB 賞は56年発行の国際出版のムック、別冊眼 P110 から113。ただし、記述の内容は反動について検証している面もある。ため、この場合に限れば、反動に振り回されたために怪我をしたと解釈した方が、良いと思われる。 しかし、反動を受け止めるための姿勢を取らずに打てば、怪我をする可能性はある。ありがとうございます。